神通郷岩東温泉は、富山県富山市岩東に位置する温泉である。単に岩東温泉と言われることもある。2021年時点では、富山市の第三セクター、細入りが運営している。神通川の作る、峡谷神通郷のほとりにある温泉であり、ぬるぬるの翌寒と秋に紅葉する神通郷や、猿倉山の景観が特色である。源泉を引いている一軒宿である。 楽教館は1996年4月23日、開け湯で1999年に宿泊施設が建てられた。2011年の入浴者数は10万706人であった。利用客のうち県外からの来場者の占める割合は15%であった。2021年4月、近くの山中にある源泉を組み上げるポンプが水圧や腐敗により故障した。ポンプが 約200メートル地下に埋まっているため復旧工事を断念し、当面は立山山独温泉の温泉を代用することになった。その後、同年11月をめどに約1キロメートル離れた、ほぼ同じ泉質のニレゲン温泉の温泉をタンクローリーで毎日運搬することになった。茶色の湯色をした弱アルカリ性の炭酸水素塩泉で、かつカルシウムなどの金属石鹸をほとんど含まないで、あるため、 富山県では珍しいヌルヌルした浴館である。肌がツルツルになることから美人の湯とも呼ばれている。株式会社、細入りが経営する楽教館という宿泊、日帰り施設があり、大きめの内湯と神通峡の谷に面した展望の良い露天風呂のほか、高温サウナスチームサウナなどがある。楽根日館の名称はこの温泉の所在する旧。 細入村の名産である楽鏡にちなんでいる。上通郷が見れる休憩所のほか、レストランや、特産品の売店、大広間、研修室が併設されている。その対話東温泉に隣接して、富山県営カ入場がある。富山地方鉄道バスの岩戸温泉学郷、建前バス停で下車しすぐ目の前。もしくは JR 西日本高山本線の二連元駅で、下車の後、 徒歩25分、タクシーで5分程度、国道41号の道沿いにある、北陸自動車道の富山インターチェンジからは 13km 程度、2021年7月現在、ありがとうございます。